はい、おはようございます。今日は水曜かなのね、第一ハウスの子たちです。まあ今日の温度は12度いうことでね、クーラーはね、エアコンはね、まあまあ効いてるかなと。外は12度、ちょっと寒いですね。それでまあここはちょっとね、温度は落ちていく、 19.5、まあ、だからここの下ではね、もうちょっと寒いんちゃうかないう中で、この子たちね、ね、チャオくんだ、名前が出てきて、チャオくんだ、もうちょっと覚えなかったから、ちょっと名前見てみます。初めに見ときよっていう話じゃないけどね、何やったかな、管理表で見ないと分からない。チャミくん、チャミくん、チャオくんちゃん、チャミくん、誰か言ってはったね、チャミくんじゃなくてチャオくんやよって、チャミくんね、とこの子ね、エルナちゃん、ね、今日から向こうにね、第二ハウスに移動しさせてみようかなと、ね、まあ一番のね、やっぱり心配なのは、まあこの子はね、このトイレでね、このおからトイレでね、するから、まあ、このまま引き続きおからトイレでやろうかなと。ね、まあこの子はシステムトイレ、この玉の粒の方でできます。ね、だからこのままちょっと継続して部屋移動したかって、このままトイレも持っていくもんです。この子たちのね。それでまあ何を言いたいか言うと、ここの子もね、ちょっと第二ハウスに移動するときにね、どうしてもやっぱり和室でね、この砂いうのはね、飛び散るからね、どうしても変えたいわけやねんけど、やっぱりちょっと様子見てね、流せるおからタイプにしたけど、やっぱりおしっこする子も少ないんですよね。3日目か4日目になるんやけど、まだ粒がこんななんですよ。向こうのね、第二ハウスの 1A の子のね、人間のトイレの中に入れてるの、このタイプのあれやねんけど、これ結構するんですよ。システムトイレもするけど、こっちの第二ハウスの1階の子はするんですよね、今では。システムトイレよりこっちのがやっぱり、まだね、するんですよ。まあ、砂に変えたらもう一つするとは思うんやけどね。まあ、徐々にね、その砂は難儀、やっぱり難儀やというのは、このおからはね、流せるタイプに、一応、ね、昔、知り合いが言ってた、これがええよということで、いっぺん使ってみようってやって、流せるからね、ゴミが少なくなるんですよね、やっぱり、トイレ流せる分。けどやっぱりね、この砂いうのはね、流せないからね、燃やすことはできるんやけど、まあ、この取った砂をね、まあ、こういう袋、餌の10キロの袋、空いた袋に詰めて、これでまあ掘るんやけど、まあこれがね、何を言いたいか言うたら、2階で今度この子たちが管理するわけやけど、その砂をね、毎回毎回貯めて、じゃあもう持って降りるのがしんどいからね、徐々にも下ろしたとしたかて、結局ね、下での、こういう、ここでは置いとけるからね、この入り口に。だけど、ポンさんのこの第二ハウスは外に生ゴミの、ね、ああいうの置いたり缶置いたりしてるわけやけど、これをね、どういうふうに置くかが今度の課題になってくるんやけどね。まあそれでね、第二ハウス床の間のとこから、まあ言うたら落として、パイプで落として、そこからポロンと落として1階で受けるような形にしようかね。もう一つは流せるやつはね、流すのに配管にね、つなげようかとか、いろいろ考えてる。だから、トイレはね、一応2つ置こうかなと思うんですよね。この砂型と、このおから型。ね。どちらみちおから型は流せる、汚水に流すようにするから、システムトイレに変えたと違って、うんちは流れるようにできるからね。それとおしっことね、おしっことうんちを流れるようにしよう思ってるんでね。問題はだからこれですよ。これのために穴を開けて、下にね、落とせるように、受けるようなものを作って、下で落として、下で持ち運びするような体制にしようかな。ものすごい悩んでるとこやねんけどね。床の間なんだけど。まあ、もう、これを使われんようになったらね、塞がなダメやからね。だから、まあまあ、それはそれでね、思い切ってやってもええかな、ね。うん、家は別に猫のために、あれしてるからね。やっぱりそういう作業をね、これからも、いかに短くするかやからね。今回もね、昼にね、夕方の、
お手伝いしに来てくれはる方がね、今度来はるんやけどね、金曜日にあの打ち合わせするわけやけど、週1、2回入ってもらえるだけでもね、やっぱり昨日みたいに麦ちゃんの 病院とか連れていくのが楽なるからね、うん、やっぱり5時過ぎてから迎えに行くいうこともせなあかんようになってきた時にね、やっぱりそのこっちと、ね、向こうの作業が1時間半かかるのかな、今掃除に。まあそれでね、向こうにしつけたことによって、ね、お手伝いさんにもね、お手伝いさんという言い方悪いね、手伝ってもらえる方にもね、やってもらえる、ね、システムを組んでいこうもんね、いかにやっぱり短くできるかね、うん、1時間ではできると思うんでね、うん、まあその餌と水と、まあ、このシステムを作るから、ね、まだマシや思います。それであとはトイレね、トイレをできるだけね、やっぱり清潔にできてね、なおかつその作業が楽にできるようなね、トイレをね、目指さんとね、これからは、うん、なあ、分かった、聞いてくれてんのな、うん、ね、マイルちゃんも聞いてるね、まあまあまあ、まあそんな感じでね、いろいろちょっともう11月になるんで、あっちの方進めていきます。まあだから男の間のとこにね、ものすごいちょっと穴開けたり汚水につなげたりいう工事をね、この前やってもうた業者のね、ポンさんのお客さんにやってもらおうかなと考えてます。まあそれをね、受け皿を一回ちょうど床の間の下がね、トイレになるからね、おからトイレ、まあ人間のトイレはもうあれ今ね、取っ払ってのね、システムトイレをね、今考えてもらってるんやけど、表におるあるシステムトイレの土器を持ってるんですよ。それで表にあるシステムトイレをタンクで取るタイプね、あれを2回持って行って、それでまあタンクから下にね、もうあれタンクじゃなくてもう下に落とせるタイプにね、お水に流せるタイプにしよう思って、それで水道を近くに持ってきてね、まあこういうタイプ、こういう感じですよ。こういうことにして、それでまあついだでもう流す、いつでもこれが籠が洗えるという作業、うん、そういうことにねしようと思ってるんでね、ものすごいだから清潔ですよ。こんなシステムトイレ普通に置いてるよりもね、ちょっと汚れただけでもすぐに洗えるというね、うん、こういうタイプだったらね、なかなか洗うことできないからね、うん、だからそれをすぐに洗えるようにねしますんで、ね、ものすごい清潔だと思います。まあ、こんな感じでね、今日は朝からね、そういうね、設備の方の話になりましたけど、まあ、ブログいうかことでね、撮ってるんでね、それだけね、ご理解願えたらと思います。まあ、猫もね、映しておきますんで、北郎ちゃん、ね、映してない子、ここらへんね、はい、辻ちゃんに、ね、ランちゃんに。ね、このシャークちゃん、ここはシャークちゃんね、シャークちゃん最近そこんか、おいで、はい、おいで、よしよし、毎日挨拶でな、これがな、ちょっとずつ変わってくれていいからな、な、分かったな、はい、マロンちゃん、ちょっと見上げてるかな、ね、はい、マロンちゃんに、はい、サブクロちゃん怒ってんのね、はい、こんな感じで、あ、それとキノコちゃんね、はい、キノコちゃん、キノコちゃんにね、リンちゃん怒ってますね、これでちょっと待ってくださいよ。あ、それとね、ここも一応ね、この子はね、ここによく乗ってあれしてたけど、今後のこと考えてここはどうするか分からないけどね、潰すかも分からないけど、一応ね、昨日見てもらったようにね、あっちの、エアコンね、ここに乗らない対策をしたわけやけど、向こうはね、ぶら下げるタイプでね、やってんけどね、網をけど、ここはね、この波板やからね、穴開けたら水漏れするんでね、それはそれでね、一応対策はしとこうかなと。この子はエルマちゃんはいてないけどね、まあ、ちょっとそういう対策してもって、どうここ使うかわからないからね、まあ、トトちゃん、まあ、端材でね、残った端材、掘るだけの端材でああいう加工をしてますんでね、うん、はい、昨日ね、みなこのとこ使用したみなこちゃん、それでふんちゃんね、
こっちは25段ね。で、ももちゃん、まあ、こんな感じでね、今日もね、お伝えさせてもらいました。結構ぬくいね、上は31度から29度あるだけありますね。あそこもね、25度あるし、まあ下がね、ちょっとここの下が寒いということでね、うん、ここで温度なんですよ、25、6度、ね、ここが17、ここちょっと寒いんですよね。まあこれかてね、今年の冬はここじゃないからね、あのまあ、あの全体的にね、温度もあれかなと。ここは19度、やっぱりここではもうちょっとね、温度下がった時きついかなと思いますね。まあそのためにもね、トイレいなく行かなくなるわけやけどね、そのトイレをね、快適にできるようになんとかしようと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。みじちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。